Hey guys! モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ。インドさそこでやっていきましょう。今回はでございますけども、サボくんがワノ国にやってくるのか否か、これについてお話をしていきたいなと思います。やっぱみんな気になりますよね。サボくん、ワノ国に来てくれるのかなみたいなね、そういった話がもうちらほら、ちょっと DM やら、リプやらでいただきますけども、これに関してはね、ちょっと思うところがあります。で、みんなもちょっとサボくん来るんじゃないのって最近は強く思ってると僕は感じていて、例えば先日発売された海賊無双、皆さんやりました？めちゃくちゃ面白いよね。海賊無双4で実はサボくん登場するんですよ。あららっていうね、サボくんが来てくれるっていうことで、もう点明けですよね。ルフィくんをまた救ってくれるということで、すごい面白いなっていうふうに思ったわけでございますけども、でもそれ考えるとやっぱ来るんじゃないのっていう風になるわけでございます。ただポイントとしては、海賊無双で登場しているストーリーっていうのはその本編とは関係ないっていう風に言われているんですよ。だからそれを全部なんか本編で来るっていう風に考えるのは違うと思うんですよね。ありえないでしょっていうね、全部来たらそれはどうなのっていう話なんで、それは難しいと思うところもあったりするんだよね、全部が全部で来るっていうのは。で、結論としては、例えば麦わら参加とかもね来たりしてるんだけど、僕それはねあると思うんですよ。麦わら参加は来るのかなっていうね。だから全部が全部でもちろんその通りになるとは思わないけども、だけどもこっちは来てこっちは来ないっていうのはあると思うんだよね。麦わら参加はまあどこで一大事件を起こすのって言ったら、そこってなんか可能性が高いんでね、十分にあるのかなと。で、サボ君はじゃあどうなのって言ったら、こうなったらいいなっていう未来として描かれてるんじゃないのっていうふうに僕は思うんですよね。まあちょっと暗い話になるんだけど多分サボくんは来れないと思います。なんか他にもね、ワノ国来るんじゃないのっていうような伏線みたいな感じに思えるのが、例えば一番くじでまたワノ国シリーズ来ますけども、それ見てみるとサボくんがいるんだよね。他にもカイドウさん、ルフィくんで、ゾロ先輩で、サンジくんも来て、ローさんも来て、サボくんも来るっていうね。まあワノ国系のシリーズはローさん、ルフィくんとゾロ先輩、特にルフィくんゾロ先輩はもう結構来てるんで、まあ新しいキャラクターそろそろ欲しいなっていう風に思っていた矢先なんで、まあカイドウさんが来るっていうのはめちゃくちゃ熱い。そしてサンジくんも熱いよね。で、さらにはサボくんが来てしまうということで、これは絶対にゲットしようかなっていう風に思うわけでございますけどもね。 A 賞、 B 賞、 C 賞、 D 賞、 E 賞、そしてスペシャル賞にカイドウ、ゲットするしかないよね。続報を待てっていう風になっているわけでございますけども、まあそれぞれがでかいよね。で、サボくんに関して、サボくんがまあちょんまげをしてこういう風にいるわけでございますってなると、やっぱ海賊無双でも来てるし、ここでもこういう風になってるし、来るんじゃないのってなるんだけど、でも全員が全員で来るってことあるみたいなさ、そういう風に思えてくるわけですよ。で、サボくんのそのニュースの件もあったりとか、もろもろ考えていくと、サボくん捕まってる可能性大なんですよ。さすがに敵陣に乗り込んで海軍大将もいて、もろもろいる中で、なんか好き放題できるのかって言ったら厳しいと思うんですよね。で、状況的にはなんかもう悪い人に仕立てられてそうみたいなさ。で、本来であればそのコブラ王とかをやっつけたいっていう風に思っているわけでございまして、だけども変にコブラ王をやっつけてしまうと、会議に参加した王が死亡しました。なんでみたいな。なんで死んだのみたいな。いや、わかりませんって。って言って、もうそんな参加するのも怖いですやんってなって、まあ不信感につながりますよね。だけどもそんなところにもういい感じにね、来たわけでございますよ、サボくん。敵陣からしてみれば、俺のせいにしてくれっていう風に言ってるように思えちゃうよね。で、そのままサボくんをと捕まえて、はい、君のせいです、終わりっていう風になると思うんだよね、流れとしては。で、サボくんを捕まえるだけの実力者っていうのは揃っております。だからこその、まあサボくんは捕まった説で、サボくんを処刑しようとするっていうのが、まあ流れなんじゃないかなと思います。まあそれが次なる戦いっていう風になってくるよね。そうなると、でもイム様どこで出てくるのっていうのは気になるところではあるけども、でも少なくともそうすると2つぐらい戦いが見えてくるよね。この和の国での戦いがあって、そこからのサボくん救出するための戦い、また頂上戦争みたいなことが起きんのかみたいなね。でもちょっと今度は変わってきそうだよね。和の国攻略するときには四皇とか結構味方につけれてそうな感じするし、結構な人数を得れると思うから、その大軍勢がサボくんの回収に動くみたいな可能性っていうのもあるよね。ルフィくんが助けを求めて、まあみんな、
来るのか、また助けを求めるような感じには思えないけどもね。でもやっぱ麦わら参加にも言っていたわけじゃないですか、もしもね俺らの助けが必要なら呼んでくれって言って、で俺らも必要だったら呼ぶしみたいなことを言っている。でそういう風に呼ぶって可能性もあるかもしれないよね。まあわかんないけども、少なくともエース君の二の舞っていうのをなんかワンピースでやるのかなっていう風に俺は思うんだよね。もうエース君の件だけでどれだけ俺らがね悲しい思いをしたのかっていう、でそれがサボ君までっていう、もう多分ルフィ君が持たないですよさすがに。だからサボ君がこれでやられるとは俺は思わない、結論としては思わないけども、捕まってる可能性大で、処刑される可能性てかしようとする可能性大で、誰が助けに行くのかっていう話になると思う。まあだからそういう風に考えていくと、自然と捕まっているわけだから和の国には来れないっていう風になってくるんだよね。でまあ例えばゲームに関してはさっき言ったみたいに全部が全部で実現されるわけはない、だけどもこうなったらいいよねっていう形で書いていく。例えばガーブさんに追われてる3兄弟の絵があるわけじゃないですか、ああいったような形のなんかこうなったらいいよねっていうバージョンを書いてくれてるのかなと。だから海賊無双に関しても同様にこうなったらいいよねっていうので書かれてるのかなっていうふうに思います。でこのフィギュアに関しても同様でございます。まあ全部が全部でね、あの登場キャラにするのかなっていうね、まあまあもしもだから全部登場キャラで行くのであれば、別にこれサボくんじゃなくていいよね。サボくんまだ出てきてないし、なんでここで急激なネタバレかましてきたって話じゃないですか。それであれば他にすでに出てるキャラクターをぶち込んでくるのが正解なんですよ。でもぶち込んできてないってなってくるとね、このサボくんなんなのって言ったら、こうなったらいいよねっていうことで、ここでサービスで入れてくれてるのかなっていうのが僕の考えでございます。まあなんかさすがにそんな全部が全部でバレきてしまったらどうするって話じゃないですか。ただ問題はだから誰がどうやって助けに行くのかっていう話だよね。まあ現状ではもしもサボ君が捕まったとしても情報は和の国には入ってこないよね。だからこのルフィ君はそれを知らずにここで戦っていく、で攻略します、で攻略したら開国っていう風になっていくわけで、でやっといろいろと情報が入ってくるよね。もしかしたらそこにファーストでニュースクーがやってくるかもしれないですよね。ニュースクーも出しているのがモルガンズっていう話でございますから、まあそこにバッと行くっていうことも十分にあり得る。新たなビジネス拠点だよね。そこでもビジネスができるということで送らないわけがないということで。で、その一発目のニュースが、嘘だろみたいなさ。でも散々だよね。革命軍のニュースね、ルフィ軍が見てるのもうわけのわからんのばっかじゃないですか。バルティゴ襲撃とかさ。で、これでサボ君が捕まったなんてなったら、おい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 ってどうなってんだよっていう感じになるよね。だから、まあ多分、和の国もろもろ解決して、ニュース見て、いやみたいな。だからペース的には何でしょうね。このインペルダウンからの頂上戦争みたいな、もう立て続けに来ると思うんだよね。立て続けにえげつないのが来るのかなと思う。そうなるとだいぶなんかまあまあそこら辺の過去の流れを考えるとリンクしてくるところはあるのかなとは思うよね。で和の国攻略した時点でどこまで仲間が増えているのかっていうところだよね。で問題なのはね、黒ひげがやってくることなんですよ。まず黒ひげは来ると思うんだよね。でゲームでもやっぱ黒ひげは来たんですよ。来ないわけないんですよ。魚粉のリー大先輩ですよ。そこで誰かやられそうな四皇がいたら絶対潰すじゃないですかって、能力者狩りしてるんだよ。ってことは能力者を潰しに行くよね。誰潰すのって言ったら、やっぱそこは、まあ、シャンクスは能力なさそうなんでね、わかんないですけど、もしかしたら時々が来るのか知らないけど、でもなんか、ちょっとなさそうな雰囲気あるじゃないですか。だから置いて、じゃあカイドウかビッグマムか。で、これ前々から言ってると、ビッグマムが狙われるんじゃないかっていう考えはあります。で、ビッグマムを潰した方が、力的に多分カイドウの方が強いって感じするじゃないですか。ビッグマム潰して弱っているのであれば、潰して能力得て、そこからカイドウをぶっ潰して能力を得てっていう順番の方がいいと思うんだよね。だから、ビッグマムを倒していくのではないのか。でもしもそういったケルベロスのなんちゃらっていうのがあるのであれば、魂を食らうっていうところではそろそろの身を食っていくっていうような流れもあるのかなというふうに思います。そうすると黒ひげめちゃくちゃパワーアップしちゃうよね、やばいよね。でも何らかの理由で下がるよね。で下がっで、じゃあ味方どうなるのって言ったら、ビッグマム海賊団、ビッグマムは落ちてる可能性はある。で、死んでるのって言ったら、まあ、能力に関しては、そのマザーカルメルがいるっていう前提で考えていくと、マザーカルメルが死ぬって感覚だと思うんですよ。なんていうか、能力の覚醒しかり、その最後に死んで初めて気づくみたいな。例えば、ブルクの能力も死んで初めてなんか、あ、こんな使い方もあるんだっていうので、魂だけになった。それ同様に、まあ、死んで発動して今マザーカルメルがマムの中にいるというふうに考えると、それが回収される。マムは死なずに、まあ普段のあのなんか子供の頃のウェイみたいなさ、アゲポヨなマムが誕生して、それが味方陣営としてまあ継いでくれるっていう。でカイドウさんに関してはまあお玉の能力で味方にしていくみたいな。
そうすると百獣海賊団、ビッグマム海賊団っていうのが味方にできていくっていうような流れになるよね。まあ熱いよね。でシャンクスに関しては分かんないよね。シャンクスは来るのって言ったら、まあでも来る可能性はあるっちゃあるんだよね。政府との繋がりもあるからさ。でも意外とそこは行かずに、なんか兄を救ってこいみたいな感じで言うのかもしれないよ。で救いに行くみたいなね。シャンクスは逆に来ないって可能性もある。俺は他にやることがあるっていうさ、それこそ黒ひげの動向っていうのも気になるわけなんで、なんかそういったような形で、まあ、動いていくっていうね、なんかそこら辺もあるのかなとは思う。だけども少なくとも4校ね、2人もついてくれるっていう、結果的についてくれるとなると、まあ分かりやすく言えばその白ひげ参加がどれだけいたのっていう話じゃないですか。何十隻も来たわけじゃないですか。それかけることの、まあ、2だからね、やばいよね。で侍たちも来てくれるってなったら一番激アツだけど、まあ人数は絞られるんじゃないですか。侍たちが来るって言ったら俺だったら行きたくないもんなんていうか、もちろんそのなんでしょう、助けてくれたっていうところではルフィ君に対してのあれを考えて、その赤鞘とかはなんか行く可能性はあると思うんですよ。とはいえ他の侍たちも行くのかって言ったら、もう何十年も戦ってるわけじゃないですかね。でやっと勝利を収めました、宴しました、イエーイ、翌日戦争ですみたいな、 What? っていう風になるよね。もう和の国急に英語で出てきますよ、みんな揃って What? って絶対言うと思うよだからなんかそれで和の国全員来るのかって言ったら分かんない。まあでも何人かは来てくれるかもね。でそこにマルコ側の白ひげ三党が来てくれてっていう風になると、それはそれでまあ形になるし、麦わら参加も来てみたいな。まあそれだけですごい人数だよ、それだけでマジで頂上戦争以上だよ、それだけでね。ただ問題は海軍サイドがどこまでのね、力を揃えているのかっていうのもちょっと怖いところではございますけどもね。まあいずれにしてもそんなような感じで結構な戦争になるのかなと。あと革命軍だよ、革命軍も絶対来るからさ、まだまだ明かされてないじゃないですか、いろんなキャラクターの情報っていうのは。だからそこら辺も考えていくと、まあまあ結構エグいことになるのかなっていう、そういったようなメンツがいくのかなと思います。はい、ということで結論、サボくん、あの国行けないんじゃないかなちょっと恐ろしいけどね。なんか行けちゃうと、なんで行けちゃったのっていう風になると思うんだよね。みんななんかサボくんのニュースを後で見てたから、革命軍が誰が救ったのって話なんですよね。まあ、星空とか六牛かっていうね。でもお前ら立場どうすんだよって話じゃないですか。だから無理なんだよ。もうサボくんがそこを離脱できる可能性は早々にないと思うよ。厳しいと思うよ。だからやばいと思いますということでサボ君は来れないっていうのが僕の意見ですが、まあ全てに可能性はあるっていうふうに僕は思いますんでね。今回もこれDM とかでいただいて、なんか来るんじゃないですかねっていうのを結構いただきましたけども、なくはないと思います。誰が助けるのかっていうのがすごく重要になってくるのかなというふうに思います。はい、ということで今回この辺で終了していきたいなと思います。最後になりますけども、ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンお忘れなくでございます。あとでございますけども、ウイルスの件、これもずっと動画で言ってきておりますけども、皆さん無駄に家を出ないように徹底してください。毎日毎日毎日悪化しておりますからね。もう東京都内ね、すべての地区の情報が出て、何人何人何人って出てるけども、それ今把握してるだけでってことでしょ。で症状が出るまで 2,3 週間かかるんで、その間誰かで移してるってことを考えていったら、その倍の倍の倍の人数はねいるんじゃないのって話なんだよね。だから1週間後2週間後どうなってるのかって言ったら、もうシャレにならんと思うんだよね。無駄に家を出ないように。でも俺田舎だから大丈夫って考えてる人、関係ないです。今全ての地方でどん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 出ておりますからね。なんか自分のところは出てないから余裕っすよみたいな考えは持っちゃダメです。仕事で出ないといけないっていうのを、本来であればやっぱ家にいたいけども、でもどうしようもないじゃないですか、出ないといけないから。そこに関しては政府がここからどういう風にね対策をしてくれるのかっていうのが重要になってきますけども、それ以外の学生の方だったりとか、家を出なくていいよって方は絶対出ないように、そして行きたくても飲みに行かないように、誰かを誘わないように、もう誘うやつが一番罪だからね、誘わないように、そして誘われても行かないように、断ることが今のご時世めちゃくちゃかっこいいですからね。っていうか、いつの時代もちゃんと自分を持ったやつが一番かっこいいです。やりたくないことはやりたくないってはっきり言う、これがめちゃくちゃ大事でございます。 OK ですか。モンスタージョン海賊団皆が見慣れそうですよね。やりたくないことはやらないっていう風にはっきりと言える人しかここにはいないと思います。 OK ですか。みんなで最高の未来をつかみましょう。ということでまた次回お会いしましょう。 See you next time!